7番の中谷、そして5番の三岡がこの2番手の位置を並走する形になっています。さあバックストレッチに入っていきました。2番の北鶴がマイペースの先行に持ち込むでしょうか。残り600の鐘、まだ誘導員をかわしません。後ろの様子を伺っている2番の北鶴。さあ後方では1番乃木が前に上がってこようという体勢、それに合わせて2番の北鶴が踏んできました。さあ2番の北鶴が先行していく。2番手追い上げて2番手の位置を狙っていったのが1番乃木。さあ後ろも少し混戦気味になっているが、2番の北鶴が逃げていく。2番手は7番中谷に守りきりました。3番手は1番の乃木、その後ろは6番の杉山と続いていきます。後ろは9番4番の並走。さあ後方には8番の小原、3番の服部なども後方に置かれている。さあ2番の北鶴が逃げて4コーナーから直線、後ろを離し気味逃げていく2番の北鶴。2番手は1番7番を接戦だが、2番の北鶴堂々押し切ったゴールイン。2着は1番の乃木か。